福島外物、境界各歴岸からなる、鍋倉火祭流堆積物に彫刻されていた。国部総群は、九州南部の鹿児島湾北部沿岸付近に分布する、堆積岩、歴、砂、泥などからなる、地層群の総称である。中期更新予の78万年前から50万年前に、かけて、当時の浅い海底、または故障すなわち、 鹿児島湾の原型となる地溝に堆積した土砂や火山噴出物を主な起源とする。国部平野西側の白須大地及びアイラ平野を囲む丘陵の下層部を構成する。国部と名付けられているものの、かつての国部市内で露出する場所はない。アイラ平野の西にそびえる赤崩れ山海の中原、海抜200メートル以上の場所にも露出しており、 この地域で急速な隆起があったことを示している。下部の地質四万塗装群の上に重なる、安山岩、流門岩、玄武岩などの火山岩が基盤となっている。火事基層国部層群の最下層部にあたる。アイラ平野の東端部から北部にかけて露出する。泥や砂からなり、最大厚さは100メートル以上。海に住む海類や軟体動物、有効虫、大型植物、魚類、 昆虫類などの化石を含む、ナベクラ層アイラヘイチューブのベップガー流域に露出する。最大厚さ60メートルの火砕流堆積物と、軽石やスコリアを含む、砂礫層からなり、ユアンダケなどにおいて安山岩の管流も見られる。カモウ層アイラヘイチューブのベップガー流域に露出する。泥や砂からなる。淡水に住む、軽藻類や、大型植物の化石が見られる。 オバマ層国部平野とアイラ平野に挟まれた霧島市、早戸町オバマ付近にわずかに露出する。厚さ12メートル程度の火砕流堆積物と、最大厚さ25メートルの軽石を含む、砂礫層からなる。朝日層国部平野西側から早戸町オバマにかけての13、塚原南側斜面に露出する。砂や泥を含み、最大厚さは40メートル。 小田総国部平野南西端付近とア良平野北東部付近に露出する。最大厚さ60メートルの業界格歴岩を含む火砕流堆積物と砂礫層からなる。早戸層国部平野西側からア良平野西端部にかけて広く分布する。最大厚さは40メートルあり、砂、泥、歴からなる。ア良平野西部には火砕流堆積物が挟まれている場所がある。 麓層をあい平野西部に露出する。最大厚さは25メートルあり、礫や泥の層を含む。植物や海に住む貝類の化石が含まれる。国部層群の最上層部にあたる。上部の地質吉田外化石層と呼ばれる貝類の化石を多く含む地層や、50万年前に小林カルデラから噴出した小林化砕流堆積物などに覆われている。 その上には33万年前に格闘カルデラから噴出した格闘火砕流堆積物、11万年前にアタカルデラから噴出したアタカ砕流堆積物、2万5千年前にアイラカルデラから噴出したイリト火砕流堆積物などが積み重なっている。1950年、井田和義らが国部部屋付近に分布する第4期堆積岩を国部総群と命名した。 1950年代に、沢村幸之助や大田良平が調査を行っている。一方、1970年代に、つ木俊としだらが、早戸町に分布する地層を、国武層と命名し、派生吉隆が、国武層を、カジキ層と国武層に区分けしている。1980年代に、西、井上剛と、大塚博行が再定義し、長野層やカジキ安山岩類を覆い、 清水流門岩や吉田外化石層などに覆われる第四期の堆積岩や安山岩類とした。ありがとうございます。